言霊のの力でであなたの人生を変えるコーチものです今回のテーマは「助けてほしいと思わないことで逆に助けてもらえる」です、まあ、自分がすごく辛いなというそういうような状況にいる時に、まあ、誰かに助けてほしいなというふうに思いますよねだけど結構助けてくれないんですよでもですよ、まあ、助けてほしいなんてもう思わないよと自分でなんとかするよというふうに思って自分で頑張り始める でそうするとですね、逆にいろんな人が助けてくれるんですね。これってなんとなく感覚的にわかりますよね。助けて助けてっていうふうに言ってる人って、まあ、うん、ちょっと情けなく見えるっていうか、だから、まあ、そんなことを言わずに頑張りなよっていうふうに言われちゃう。だけど、まあ、頑張ってる人だと、なんか、応援したくなりますよね。救いの手をたあの差し伸べたくなる。なんかそんな、 まあ当たり前の感覚ってありますよね。でだからまず、こういう当たり前の感覚がありますよねってことで、まずは理解してほしいんですよ。まずは。で、これがじゃあなんでそういうふうなことが言えるのかってことを、まあ、科学的、論理的にこれから説明していきますけど、まあ、それはですね、意識レベルってことなんですね。意識レベル。あの、意識レベルで人生って決まっていくんですよ。まあ、結構人ってそうは考えなくて、例えば知識量とか技能であるとか、 何かか、の所有物をたくさん持っていいいいいるるるでであるととそうううことで幸せが決ままううについつい人は考えますよね。だから、いろいろな、うん、まあお金を貯めようとしたりとか、いろんな価値のあるものを集めようとしたり、価値のある技能をつけようとしたり、知識をたくさんつけようとしたり、だから勉強するというのもそういった一つですよね、だからそういったことをすれば自分は幸せになれるはずだとうう思ってみんなそういうことをやるんですけど、でも幸せになれるかどうかというのは全然関係ないんですよ、それと。 じゃあ何が関係あるのかっていうと、さっき言ったように意識レベルなんですね。で、意識レベルっていうのは、まあ、人格レベルみたいなものだと思ってください。その人の人格、人格の高さ。あるいは心の広さっていう言い方もできますよね。意識レベルが低ければ低いほど心が狭い。意識レベルが高ければ高いほど心が広い。で、意識レベルが低ければ低いほど人格が低い。意識レベルが高ければ高いほど人格が高い。まあ、こういった 意識レベルってものがあるわけなんですよ、まあ、スピリチュアル系とかでよく言われる言葉ですし、まあ、有名な本でデビッド・ホーキンスっていう博士のパワーかフォースかっていう本があるんですよここで、まあ、この意識レベルって言葉がものすごく詳しく説明されてますでそれはもう数値で説明されてますでちなみにあのデビッド・ホーキンス博士のこのパワーかフォースっていう本では意識レベルがも,うものすごく低い人は20なんですよもうだからもう 闇牛島君のダメキャラみたいな人、ああいう人っていうのは意識レベル20で。一方で意識レベルが高い人ってどういう人かっていうと、もうブッダとかそういう人ですよね。うん、まあマザー・テレサとかイエス・キリストとか、もうそれはもう1000とかなんですよ、千意識レベル1000で。ちなみにガンジーって言いますよね。ガンジーは意識レベルどれぐらいかっていうと、700ぐらい。 まあそれちゃんと測る、あの、測り方があるんですよね。その、どうやって測るかって書いてあるんで、まあ興味あったらパワーかフォースかっていう本を読んでほしいんですけど、まあ少なくともこの意識レベルが高くないと幸せにはなれないし、まあいろんな物事がうまくいかないんですね。で、そうした場合ですよ。助けて助けてっていうタイプの人っていうのは意識レベルが低いんですよ。意識レベルが低い。 だから、助けてもらえないんですね。あの、これ、もう法則なんですね、そういう。もう、なんて言えばいいのかな。助けてっていうふうに言ってるから、助けてあげなよっていうふうに、思いたくなりますよね。だから、まあ、いわゆる被害者ポジションというか、被害の声を上げてるんだから、じゃあ、助けてあげなよ。それが人情ってもんでしょっていうふうになんか思いたくなる。思いたくなるけど、実際のところ、そうはならないわけじゃないですか。そうですよね。 助けて助けてって言われたところで助けてくれないですよねこれはまあ助けてあげなよっていうふうにまあ何て言えばいいのかないわゆる正論ですよね正論道徳的な正論で言うならば助けてくれって言ってるんだから助けてあげるべきでしょっていうふうに思いますよねだからいわゆる道徳的な人っていうのは結構助けてくれたりするんですよ そういう人まあ助けて助けてっていうふうに言ってる人を助けてくれたりするんですね道徳的な人はだけど道徳的なレベルっていうのはすごく意識レベルは低いんですよ意識レベル低いあくまで自分の人格というものがあってそれを道徳で覆い隠しているっていう段階ですからだから本当のことをしていないというか本心から助けようなんて思ってなくて まあ、助けることが道徳的だと言われてるから、まあ、助けようかなっていうこういうい感覚なんですよねだから別に心から助けてるわけじゃないだから本当は助けたくないんですよ、本当は助けたくないけど助けないとみんなからなんか批判されるとかそういうふうに言われるだから例えば、まあ、うーん、そうですね上の立場のものと下の立場のものって言いますよね。まあ、会社でいいううう上司とと部下とかでそういう 関係性の場合に上司が部下を助けてあげないとみんなから批判されるなとだから上司は思うわけですよだからまあ仕方ねえなってことで、まあ、道徳的な上司だったら助けてあげるんですよ部下をだけどそれは本心から助けているのではなくて別に本当は助けたくないんですねだけどその道徳というもので覆い隠してとりあえず道徳を守っておけば、まあ、みんなに評価されるからってことで行動しているそういう行動様式なんですよその人はそのレベルなんですよその人の人格レベル意識レベルは ただ、根本の部分を言うとみんな意識レベルで判断しますからね、これはもうそういう法則なんです、法則なんです、あの法則って道徳を通り越しますから、言ってみたら万有引力みたいなものですよ、万有引力ってありとあらゆるものを通り越しますよね、いくら人間がもうちょろちょろいろいろ考えたところで、それは万有引力が勝つじゃないですか、例えば何か建築物を作ったとして、 人間がいろいろ計画しますよね、こういうふうにしたら素敵な建築物ができるはずだと。だけど、もしそれが万有引力に反するものであるならば、絶対どこかで崩れるじゃないですか。これはスポーツも同じことで、こういうふうに動いたらかっこいいよねみたいな、かっこいい動き、例えば野球で言うならば、こうやって力強くビュンって振ったら威圧感が与えられて、なんかかっこいいんじゃないかっていうふうに思って、ビュンって振るじゃないですか。だけど、もしそれが万有引力とか感性の法則に反した動きであるならば、 絶対どこかで怪我とかしますよね。だから絶対続かないんですよ、そういうことってのは。だから道徳的に生きてる人って絶対続かないんですね。どこかで絶対精神崩壊する。だから絶対に法則が勝つんですよ。道徳対法則で言うと絶対法則が勝つ。で、ありとあらゆることで結局は法則で全ては動いてるんで、で、言ってみたらこの意識レベルで物事が決まるっていうのも法則なんですよ。まあ、万有引力みたいなもんで、法則なんですよ。で、そうした場合、助けて助けて,助けてっていうふうにこういう 被害者っぽいような感じで言う人っていうのはやっぱり意識レベルが低いんですねで、意識レベルが低いと助けてもらえないんですよ、助けてもらえない、だからこれ本当によくあることなんですけど、助けてもらえないですよね、助けてもらえない、助けてもらえないからどうするかっていうと、もっと被害の声を上げるんですよ、自分をもっとなんか悲劇のヒロイン、 悲劇のヒーローみたいにそういうふうに貶めて、こんな目にあってるんです。こんなこともされてるんです。ってうふうに言って、すごくもう時には泣くような感じ。うわーうわーって泣くような感じ。一時期そういうことで話題になった人とかもいましたよね。まあなんか、どっかの地方議員だか。いましたよね。うんって。で、あれって被害を訴えてるわけですよね。被害を。だけど、あえて被害を、被害を強めれば、 もっと同情、うん、を誘って助けてもらえるかなっていう計算のもとでやるんですけどそうやって被害の声を上げれば上げるほどますます冷めた目で見てくるんですね周りの人っていうのは大体いいそうですよね被害うわあみたいなことってまあうん俗語で言うと民度が低いって感じですよね民度が低い一方で民度が高いっていうのはすごく まあ、冷静というか、そんなイメージですよね。まあ、もちろん自分は辛い目に遭ってるんだけど、でも、それはそれとして前を向いて生きていく。もちろん支援もいただきたいんだけど、でも、基本的には自分で頑張る。自分で頑張って、その上で、まあ、支援をいただくんだっていう、こういうスタンスですよね。意識レベル高い人。まあ、俗語で言うと、民度が高い人っていうのは。こういう感覚ですよね。だけど、意識レベルが低い、民度が低い、 人ってどういう感じかというと、うわー、うわーんって感じですよね、やっぱりそういう感じだと、周りから見て、なん,なんだろう、この人っていう風に見るんですよね、だから助けてくれない、でこれはもうさっきも言った通り、あり、道徳的には助けてあげるべきですよ、被害の声を上げてるわけですから、だけど、やっぱりなんだかんだで道徳よりも法則が勝るんで、結局は助けてもらえないんですよ。 あの、これはもう、そういうもんなんです。そういうもんなんです。あの、いや、そんなん、ダメでしょ助けてあげるべきでしょっていうふうに言うのはわかるんですけど、そういうもんなんですよ。伝わってますこれ。あの、どう言えばいいかな例えば、建築物があって、建築物が、まあ、ひびが割れたりして倒れたら、そんなひどいよ。こんな、こんなことあったら、ダメだよ。せっかく建てた家なのに、なんでこんな、 倒れるのこんな理不尽だよ、だめだよっていう風に言いたくなりますよね、それはわかるんですよ、すごくわかるんですよ、せっかく建てた家なのに嫌ですよね、そういう風になったら。だけど、そういうもんなんですよ、引力が勝るんですよ、法則が、引力とか感性の法則の方が勝っちゃうんですよ、だからこれ、エントロビー増大の法則って言うんですけど、必ずまあ乱れてくるんですね。 建築物とかっていうのは。だから定期的に見直したり、まあ、補修したりして力を加えないと維持できないんですよ。これはもう法則なんです。だから、えー、この崩れるなんてありえないって言ったところで、しょうがないんですよね。これ、いいとか悪いとかじゃないです。いいとか悪いとかの話を僕は今してるのではないです。そういうもんなんです。そういうもんなんです。じゃあ、どうすればいいと思いますまあ、そうは言ってもやっぱり自分は辛い目にあってて、助けてもらいたいわけじゃないですか。 だからといって助けてって言うと助けてもらえないわけですからそれは法則ですからねそういう法則ですからだからじゃあどうすればいいんですかって話になりますよねでそれが今回のタイトルになってくるんですよ助けてもらおうと思わないことなんですね助けてもらおうと思わずにもう自分でやるよって自分で頑張るよっていうふうに決めるでさて自分で頑張るとこれ不思議なことに助けてくれるんですよ 周りの人はで。これも法則なんです。法則なんです。なぜあのというのも、ですね、自分で何とかしようとする人っていうのは意識レベルが高いんですね。で意識レベルが高い人は支援が増えていくんですよ。これはもうそういうもんなんです、これは。いいとか悪いとかではなくて、そういうもんなんです。そういう法則なんです。万有引力みたいなもんで、まあ、手から物離せば落ちるみたいなもんで、そういうもんなんです。意識レベルが高ければ、 みんんな助けてくれるんですよ一方で、意識レベルが低ければ助けてくれないいうことを聞かないんですね、ねだ、意識レベルが低い人が他人に、まあ、動いてもらおうと思ったときに何をするかというと、まあ、今言ったように、一つが被害者ポジションみたいなことって、被害をひたすら訴えるってやつですよね、そうすればまあ同情を誘って、道徳的な人が助けてくれるかもしれないというところを狙って、そういうやり方が一つあります、でもう一つのやり方がもう支配的になるということですね。 だからブラック企業みたいな感じで、もう暴力的に無理やり言うことを聞かせて、周りの人を動かすっていう、こういうやり方もあるんですよ。だから、これって続かないじゃないですか。だから、ブラック企業みたいなところっていうのは、まあ、意識レベルが低いような形で運営されてるんで、だから続かないんですね。そういうやり方っていうのは。一時的にそれでポーンと利益は得るかもしれないですけど、でも、絶対続かないんですよ。 だけど一方で意識レベルが高いとどうなるかというと、まあ、この企業で言うならばもう誰よりもトップが頑張ってるってことですよねトップがもう率先して前に出てうん自分が一番頑張ってるってところを背中で見せるで別にその従業員とかに対して無理やり暴力的にこれあれあれあれみたいなことは言わないんですよだけど、そうやって自分で頑張ってると不思議についてくるんですよね。 自然にだからそうやってまあ意識レベルが高いとみんながついてくる低いとついてこないこれはもうそういうもんなんですそういうもんなんですだから自分が助けてもらいたいっていうふうに思った場合も助けてもらおうとするのではなくて頑張るんですよまずは自分で頑張るなんとかするよっていうでそうすると自然にあ頑張って頑張ってっていう声が湧いてくるそして 何人かの人は助けてくれるんですね。で、そういうタイミングで言えばいいんですよ。助けてっていうのは。あ、ありがとうございますと。まあ、実は、こういうことで困ってまして、こういうこともできれば支援していただけたらありがたいですっていうようなことを言えば、ああ、もう君だったら喜んでってことで、どん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 助けてくれるんですね。あの、これで例えば、スポーツチームとかでもなんとか言えることですよね。まあ、 応援されるチームってのは、まず何よりそのチームが頑張ってるじゃないですか。そうですよね。例えば今日は応援の声がなかったから頑張れませんでしたとか、もっと皆さん私たちチームを応援してくださいと、そういうことを呼びかけてるようなチームって応援したいと思います最近私たちのチーム成績悪いのは皆さんの応援が足りないからですと。これじゃ私たち力が出ませんと。 もっともっと応援してくださいみたいなチームって、けっ、応援してやるかよっていうふうに思いますよね、逆に。なんかすごく程度が低いっていうかま、まさにチーム全体として意識レベルが低いようなイメージを受けて、それは法則なんで、意識レベルが低いと応援したくないっていうのはもうそういう法則なんで、なんか応援したくなくなりますよね。だけど一方で、ファンはとりあえず、ファンのことより、もまず何よりも自分たちが楽しんでる。で 毎日毎日ボロ負けしてる。まあ、野球チームとかで言うともう10点差つけられるようなボロ負けを毎日毎日してる。だけど、選手たちが楽しんでいて、負けても前向きに常に頑張ってる。どんなに負け試合であっても、一ついいプレーを見せようよってことで、もうすごいスライディング見せたり、まあ、意味がないかもしれないけど、焼け石に水かもしれないけど、ソロホームライン打とうと思って頑張ったり、そういうことをしてる。そういうことをしてると、 応援したくなりますよね。頑張れ、頑張れって。で、自然に応援されるんですよ。そういうチームって。だから、まずは自分で頑張る。ってことが大事。もう応援されたいなんて思わない。いいよ、応援なんていりませんからって。自分たちは、もう、自分は自分で頑張ってるし、それが楽しい。頑張ってることそのものが楽しいから。今負けてるけど、でも、 これもいいじゃないって、一つのなんか乗り越える壁みたいなもんで、ゲームみたいな感じで面白いじゃないってことでものすごく楽しんでる、その状況そうするとな、なんて言えばいいのかな。やっぱり、意識レベルが高いような状態になってくるんで、そういう状態になると。そうすると、まあ、ついてくるんですよね、人が。ファンなんかもついてくるんですが、それっていうのはもうちょっとこの心理を分析すると、まあ、一般的な言葉で言うと、あやかりたいみたいな感じですね、あやかりたい。普段やっっぱ人って もう何かあったらすぐ愚痴言ったりとか人の批判したりとか上司の批判会社の批判だから常に不満が溜まってるだからそういう状態で意識レベルが低いで意識レベルが低いからなかなか物事がうまくいかないでそんな時にもうボロ負けしてるけど毎日楽しんで頑張ってる野球チームとか見てるとなんかあやかりたくなるんですねあのチームを応援したらなんか自分も なんか意識レベル高くなるんじゃないかみたいなその意識レベルって言葉は知らないにしてもですよ何となくそういう思いになるんですよなんか自分もそれがうまく乗り移るんじゃなかろうかみたいなだからそうやって自然に応援してくれるんですねだからまあもし助けてもらいたいなっていうふうに思った場合は助けてほしいなんて思わない方がいいですそれよりもまずは自分で頑張るで 自分で頑張って自然に、あ、助けてあげようかなっていうふうな声がかかるのを待つ、まあ、声がかかるのを待ってる時点で応援されることを期待してるんですけど、だから、もう本当、言葉ではなかなか説明しづらいんですけどね、言葉で説明できるような領域じゃないんで、だから、自分で頑張るってことをひたすらやっていく、今ここをひたすら楽しんでいく、そしたら自然に支援されますから、で、そのタイミングで、 もうちょっと、こういうこともお願いしたいんですってことを言ったら、もう喜んでってことで助けてくれるんで。まあぜひですね、今回のお話、腑に落としていただいて、あなたの人生、よりよく輝かせていただけたらなと思います。まあ人生いろいろですけど、頑張っていきましょうね。では。あなたが進化するメルマガやってます。詳しくは概要欄から。